まあ、吉田さん、嫌いなことをね、好きになるのがプロという定義もなかなか私もね、納得するところがあるなと思います。まあ、ちょっと違う切り口で私お話ししようかと思うんですけども、嫌いなものを好きになるっていうのは、まあ、ちょっと受け入れがたい方もいると思うんですけど、こういうふうに考えるんですよ。嫌いなこととか困難を跳ねのける、まあ、熱さとかね、強さとかね、でそういうのにぶつかっていったり突っ張っていったりする。要するにスクールウォーズの世界で言ったら、まあ、嫌いな生徒とか嫌いな先生がいてぶつかり合うわけですよね。でお互いにあいつに勝とうあいつに勝とうと思うあまり、相手の立場になって、あいつはなんで自分のことを憎んでるんだろう、なんであいつは俺とそりが合わないんだろうっていうふうに、いつの間にかね、相手の気持ちを読んでいくような感じになってくるんですよ。そうなるとどっかで心が通じて、あ、だからこうなんだっていうふうになっていくんですよね。スクールウォーズで滝沢先生がムカムカした時にね、酒瓶をねバーンと割るんですよ。もう誰も俺のこと分かってくれない、この野郎ってバーンってやったら、パーンと割れてね、すっきりするんですよ。その時気づくんですよ。あ、生徒のあいつらはなんで学校のガラス割るんだろう、なんで殴りかかっていくんだろう、これなんだなと。イライラした時にそれをぶつける方法が見つからなくて、ついつい周りのものを壊してしまったり傷つけたりするんだなっていうふうに思って、その一瞬でパッと思ってですね、なんかちょっと一歩前に進むみたいな感じがあったと思うんですけどね。これ多分スクローズの逸話だったと思うんですけども、で私に言わせればね、嫌いなこととか困難なものに負けて、そっからね逃げたくないな、退場したくないなっていう思いがあるんですよ。だからどういうんですかね、嫌いなものを支配するっていうんですか、嫌いなものに支配されてもう目も合わせられないから嫌いなものから逃げるというよりも、嫌いなものをね屈服させていって克服するんですか、きつさとか厳しさとか嫌なことっていうのをもう全てこの打ち倒していくって感じですね。嫌いなままなんだけども、嫌いよりも力を得ていくっていうんですかね、嫌いなものをねじ伏せるような、そういった根性を出していくのが、まあ、熱さなのかなと思うんですよ。でちなみにね、これまた怪しとるようなんですけども、吉谷さん、今の若い人たちってなんか吉谷さんが言うとちょっと私から見るとちょっとおかしくってね、いやそれは吉谷さんでしょと思うんですよ。若いものは若いですよ、随分だから吉谷さんは十分若いんで、今の若いものはっていうのはまだ早いですから、あれはね、私みたいな年齢のものが若者と融合しなくなって自分を自己正当化させるときに、今の若いやつはって言って毒づいて、要するに老害の始まりなんですよね。だから私もね、それをね思うたんびとか口に出そうになるたんびに、あ、しまった、もうこれは老害なんだなと思ってるところなんですよね。はい、ということでね、まあ、ちょっと次に進みましょうか。不可能とされていたこと、プロジェクト X の話ですけども、不可能を可能にしていくのが仕事っていうのも、これすごく共感できる話で、まあ、正確に言うとね、今まではそれは無理だろうとかね、なかなかそうはいかないだろうっていうふうに、多くの方が不可能だろうと考えていられたことを、なんか工夫によって努力によって可能にしていくのが仕事だと思うんですよ。例えば空を飛ぶ飛行機って、ずっと昔から人間の夢だったけども、それは無理だと思われてたんですよね。でせいぜい速く走る車があったぐらいなんですよ。でもその速く走る車が全く別物の3次元の空を飛ぶものに変わっていくっていうのは、まさにね、リノベーションというか新しい発想とか、それは可能なんじゃないかな、どういう工夫をすればいいのかなって、軽量化なのか、それとも速度なのか、抵抗なのか、重力なのかとか、いろいろと工夫した結果抜け道が見つかるわけなんですよね。まあ、そういうことなんだろうなと思うんですよね、仕事っていうのは。例えば一人で稼ぐとか、全く家から出ずに毎月毎月ね、何百万という金額を自分の口座に入れていくっていうのは、ちょっと前は不可能だと言われてたんですよ。でもインターネットというものが発達して、それが可能になってきた。最初はインターネットがあるからってそれで稼げるなんて思った人はいなかったと思うんですよ。ただ通信が楽になったと思ったぐらいだったと思うんですけども、なんとですね、遠くの人にメッセージを伝えることができて、人を感動させて、人の必要なものに気づいて、それを提供することによって、情報というものがね、人の問題を解決するってことに気づいたときに、その情報を伝達することがまさにね、お金になっていって、何よりも物よりも情報が価値が高くなっていく時代が来たっていうのはね、もうこれはね、テクノロジーの進化だなと思うんですよ。その電気とか通信ってものがなければ、多分この4回目のね、産業革命にはたどり着かなかったと思うんですよね。第1次産業革命が農業革命とかね、第2次ですかね、革命が工業革命とか、第3次革命が情報革命だったですかね、第4次革命4次革命が何だろうかって感じですよね。多分通貨だと思いますけどね、第4次革命は。だから今通貨の革命っていうのは現金ではなくって、創造貨幣論が言うように、裏に何の実体もないものに価値を担保することができるって時代が来たのかなと思うんですよね。それもだから不可能を可能にした時代の、まあ、一つなのかなと思いました。で嫌いなことにちょっと話戻りますけども、私の場合は嫌いだからすぐ片付けるって感じるんですよ。嫌いなことを放置してそこから逃げると、それがね、いつまでも付きまとって自分の人生邪魔するんで、早いとこ嫌いなものを片付けてね、もう屈服させて嫌いなものに打ち勝っていって、嫌いなまんまなんだけども、嫌いがこっち、嫌いの方から自分のことを避けていくみたいにしていくのがね、私は好きだなと思うんですよね。例えばね、
貧乏が嫌いだから稼いでいく、貧乏を回避するために努力するとか、仕方なく豊かになっていくって感じですね。どっちかっていうとこれ与沢翼さんもね同じことを言ってました。与沢翼さんってお金に困ったことがなかったんですよ、生まれてから。この方だからこの豊かさを失うっていうのは嫌だなと思ったんで、とりあえず金を稼ぎまくっていこうっていうふうに幼い頃決まったらしいんですよ。で同じようにね、私たちもなんかこうこれがなくなったらどうしようっていう危機感を感じた時に内側から出るものが多少は出るのかなと思うんですよ。例えばね、吉田さんもそうですけども、金がなくなったら R34 維持できないですよね。金がなくなったら美味しいもの食べれないですよね。金がなくなったら住処を失いますよ。金がなくなったら愛する人と別れないといけないかもしれない。だからそういうことを真面目に考えたら、たった一つお金があるっていうだけでこういうふうなね、嫌いな状況に陥らずに済むんですよ。車を手放さなくて済むとかね、美味しいものを食べ続けることができるとか、誰かに何か施すことができるとか、誰かの役に立つことができるとか、家を売らずに済むとかね、一家離散せずに済むとか、まあ、そういうことなのかなと思うんですよね。で初心者っていうキーワードも出てましたよね。私はね、初心者でも稼げたって思いました。2013年、初心者なのに自分は稼げたなと思ったんですよ。だからね、初心者って何なのかなと思ったら、初心を忘れない心なんじゃないですかね、初心者っていうのは。でも多くの人は初心者のくせに、それこそビギナーのくせに、プロのつもりですぐ稼げると思っちゃったり、思い上がって自分がね大した人間になったようなつもりでいるんですよ。だから失敗するんじゃないかなと思うんですよね。だから私、ネットビジネス始めて3年目にすごく面白いギャグを感じたのは、私は初心者3年目ですって言葉なんですよ。その意味っていうのは、初心を忘れてない3年目だってことなんですよね。最近はもう初心を忘れたような感じになってきて、ちょっと私自身思い上がることが結構あってね、自分で自分それ気づいたりするんですけども、それじゃいけないなと思ったんで、またね、一からビジネスってものは何なのかなとか、人に感動していただいて、それでお金をいただくっていうのは何なのかなってことをね、しっかり考えないといけないなと思いながら、このまたね、億万長者合宿のリレーに違う角度を私も吹き込んでいきたいなと思ってね、ある意味この億万長者合宿のリレーにやっぱりまた救われたなと思います。まあ、ですんで、億万長者合宿のリレーからね、離れる人は多かったですけども、まあ、私は離れなくてよかったなっていうか、ね、離れるつもりもないし、こういうふうなバトンがねまた渡されて、2人のバトンですけども、リレーが続いて本当に良かったなと思いますよね。まあ、吉田さんの存在っていうのはある意味すごくライバルであったりね、負けず嫌いの相手であったりとかするんですけども、なんか一個こう触れ合う、コアなところでつながっていて、なんかそれを共有しているような気がしますよね。まあ、その一つが継続であったりね、不可能を可能にしていきたいとか、何か負けたくないとかね、失いたくないとか、何なのか分かんないんですけども、なんかすごく共通するものを見つけて、毎日ね、こうやってメッセージが来るのを楽しみにしてますよ。で今日は何話、163話、まだまだ始まったばっかりみたいな感じですねはい、じゃあまた次回ね、メッセージをいただければと思います。そうですね、タイトルね、タイトル何でしょうかね初心者ですかね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。